ないって思うと本当に、うん、でもね、なかなか可愛いカフェ見つけてきたんで、ありがとう。いいよ。お、右の方、こっちですね、ここ入りましょうか。じゃあということで到着しました。やってきましたのはファットコーヒーさんです。ファットコーヒー、そうです、もうこれ見た目はもちろんおしゃれで可愛らしいし、うん、店内も可愛らしいんですけど、なんといっても魅力はラテアートでございます。人の顔みたいなのもあるよね。あ、写真から作ってくれるんだ。そういうことは何でもいけるじゃん。じゃじゃーん。待って、これまさかすぎるんですけど。はい。私？待って。これ私のだってインスタのアイコンのやつじゃん。検証。はい、検証で。検証してたの？すぐ気づかれた。めっちゃだってもう見覚えしかない。さすがです。なんかちょっとチークの感じとかもさ出てるよね。ねえ。めっちゃすごい。それぐらいすごいってことですね、お兄さん。もうたくさん似顔絵描いてますけど、綺麗な人緊張するんだよ。あー、アートですね、本当に。お、正解が来る。すごい、超かわいい。あ、プリプリ、かわいい。プリプリだ。ショートケーキ、ショートケーキもできるってことなくない？休憩ですね。じゃあもういただきます。え、いいの？先いただきます。ではで、マートさ、キッスだわ。そこからいきますか。ちょっと貴重な、マートキッスだわこれ。いただきます。お、まだ生きてる。ちょっと、あ、おいしい。あぶしゃくれちゃったけど、ちょっと変形した。意外に崩れないですね。うん、いただきます。あ、すごい、これくれる。うん、すごい、めっちゃしっかりしてる。うん、うん、まあ、美味しい、ね、美味しい、ね、なんかこういうのって味ないことあるな。なんかメレンゲっぽい感じがちゃんと甘くて美味しい。ちゃんと美味しい。え、びっくり。美味しい。